何？ペガサスの宿主を見つけたと。誰だそれは。どうした？なぜ答えん？その前にお答えください、チルコニア様。ん？本当に僕たちは人間になれるのでしょうか。どういうことじゃ。たとえこのまま人間の姿でいられたとしても、美しい夢を持たない僕たちがただ人の形をしているだけで、それで人間と言えるのでしょうか。お答えください、チルコニア様。おやめください、ジルコニア様。使い捨ての下っ端がいい気になりおって、たかがけだものの分際が生意気な口を叩くな。お前などにわざわざ聞く必要もないわ、ノージルコン。どうやらこの娘がペガサスの宿主らしいな。違います。その子は無関係です。北斎、お前が行け。はあ。これはお前たちを人の姿に変えた魔法の玉だ。この玉は今一度お前たちの願いを叶えるだろう。そう、これにペガサスの角、ゴールデンクリスタルの力を注げば、永久に人間の姿のままでいられる。タイガーズアイはフィッシュアイを捕らえておけ。はい。大丈夫、一人で立てる。いいから捕まって。フィッシュアイ、待ちなさい、フィッシュアイ。